さて、星空案内人、最後はピアノの稲垣真由子さんですが、お、これはピアノの指の練習、誰もが通る指の練習、ハノンですね。単調ですが、ピアニストの指作りには欠かせない練習です。おや、ユーフォニアムの舞さん、真由子さんと一緒に遊びたいようですね。そっと様子を見ていますが、練習に集中しています、真由子さん。さあ、どうでしょう。あ、音がやみました。これで真由子さん、舞さんと遊んでくれるかな。おっと、これはハノンあるある、リズムを変えてさらに練習です。ピアニストは小さい頃から何時間もかけて一人で練習するんですよね。でも舞さん、ちょっと寂しそう。あら、でも舞さん、なんか思いついたようですよ。みんなを集めているようですが、さあ、何が始まるのかな。なんと舞さん、ピアノを使ってみんなで演奏してしまう技を繰り出しました。でもなんだかピアノの真由子さんも入りたそうですね。では一緒に演奏してみましょう。真由子さんも楽しそうですね。一人の練習も大切だけど、やっぱりみんなで演奏するのが一番楽しいですね。それでは最後にピアニストの稲垣真由子さんをフィーチャーしての演奏です。曲は伊藤康秀作曲、ぐるぐるピアノ。